ルパン三世縁の記憶、東京クライシスは、モンキーパンチ原作のアニメ、ルパン三世の TB スペシャルシリーズ第10作、1998年7月24日に、日本テレビ系の金曜ロードショーで放送された、時価数億円と言われる、徳川幕府の埋蔵金の鍵を握る徳川吉信の2枚の肖像画をめぐって、ルパンとマイケル鈴木との争奪戦を描く。本作は、 TV スペシャルでは初となる全編日本が舞台となり、当時新しい観光スポットとして注目を浴びていたお台場周辺が登場する。架空の遊園地である人工島、アクアポリスのほか、レインボーブリッジや富士テレビ社屋、東京国際展示場やゆりかもめといった建物が描かれている。財宝のキーパーソンである徳川義信も同時期に、 大河ドラマが放送されていたこともあり、こちらも当時注目を浴びる存在であった。TV スペシャルとしては、銭型警部がストーリーの主軸に置かれた初めての作品でもある。起点を聞かせて、ルパンの犯行を阻止するなど、鋭い敏腕警部としての銭タが描かれる。一方で、ルパン一味は、ルパンや藤子は、爪の甘さ、次元は虫は、五右衛門は、残鉄拳を奪われるなどで、 本領発揮できずに失敗続けをするという珍しい展開となっており、中盤以降から全2型と手を組んでいる。ストーリーは1週間の時間軸で展開されており、本編は月曜日をオープニング、土曜日にクライマックスを迎える構成となっている。骨董品鑑定人として知られる中島製之助がタイトルロゴの一部をデザインし、本人役でも出演した。 2 0二千億とも言われる徳川家の財宝。それは今でも東京のどこかに眠っており、そのありかは徳川義信を写した二枚のガラス甲板、通称、辰巳の義信と犬井の義信に記されているという。そのガラス甲板は今、人工島にテーマパーク、アクアポリスを建設した若き実業家であるマイケル鈴木が所有していた。月曜日、早速ルパンは鈴木の依頼で、 ゼニガタが運搬担当している、辰巳のノ信を狙う。いつものように、作戦成功したと思われたが、このことを予測したゼニガタの起点で計画は失敗し、逃走する。火曜日、仲間に協力を求めようとするルパンであったが、藤子とゴエモ門の行方はつかめず、次元に至っては、虫歯のために銃を撃つのも、ままならない。 結局、次元からも協力を断られたルパンは仕方なく単独で行動を開始した。一方、ゼニ型の元には雑誌記者の一式マリアが取材に押しかけてくる。取材構成に会いながらもガラス看板を届けた。ゼニ型はアクアポリスの警備を任命されて張り切っていた。ゼニ型の警備の元、残る犬井の吉信をトレーラーで輸送することを知ったルパンは輸送中に ガラス甲板を盗む作戦を実行する。ルパンがすでに来ていることに気づいたゼニ型はルパンを逮捕すべくゼニ型を助けに来たマリアと共にルパンを追うが突如トレーラーがゼニ型の命令なしにルパンを襲い始める。一度首都高速道路から落とされたルパンであったが途中で次元を巻き込みいざトラックに乗り込む。そこで待っていたのは鈴木の部下であるゴンドウだった。だが 近藤に、ルパンが苦戦している、目の前で、ヘリコプターで現れた藤子と五右衛門に、犬井の吉信を奪われてしまい、仕方なく退散する。銭形も、ルパンの追跡を図るが、道路交通法違反の現行犯で、逮捕されてしまう。水曜日、死者こそ出さずに済んだものの、トレーラーが引き起こした、首都高速道路での負傷者77名、被害車両48台にも及ぶ、 第三人の責任を取らされたゼニ型は、その責任として、アクアポリスの警備を外され、休職命令を出される。自分以外にルパンは、逮捕できないと、ゼニ型は食ってかかるが、道路交通法違反の現行犯を特別に取り下げて、もらった事実を警視総監に釘刺されたことで、仕方なく引き下がる。その夜、マリアを連れ新橋のガード下の屋台で焼け酒をする、ゼニ型は昨日、 トレーラーが勝手に動き出し、ルパンを攻撃してきた時のことを話し、そのトレーラーの運転手は、マイケル・スズキが用意したもので何か裏があるのではと、感づく。一方、ルパンと次元は、藤子とゴエモンに接触。次元が、なぜ、藤子なんかについているんだとゴエモンを問いただすと、残鉄券を盗まれてしまい、今度完成するアクアポリス内に保管されているため、 仕方なく、藤子に協力していると真相を話す。藤子と話し合ったルパンは、藤子と手を組み、4人全員で、アクアポリス内にある、ガラス甲板を盗み出すことにする。木曜日、ゼニ型は命令違反を承知で独自に、ルパンと鈴木の捜査を開始する。その夜、アクアポリスに、パーティーの来客として潜入したルパンは、藤子が、鈴木の注意を引きつけているうちに、プライベートオフィスに、 潜入、辰巳の吉信を盗もうとするが、とっくに正体がバレていた藤子が、鈴木自らに捕まったことで、またもや計画は失敗。同じ頃、別行動で残鉄剣を探していたジ元ント越え門は、地下の倉庫で残鉄剣を発見するも、鈴木の手下に見つかって退却する羽目になった。なんとか、隙を見て逃亡し、一人、 アクアポリス内に取り残されたルパンは巨大なラボラトリーを発見する。ルパンを追ってきたゼニガタ、マリアに遭遇したルパンは3人で行動を開始。このラボラトリーは世界中の有名人や犯罪者たちの遺伝子を採取して遺伝子の研究や人体改造を行う秘密施設であり、マリアの父親がその施設に関係していた可能性が出始める。 そしてマリア自身も幼い頃に、この施設で手術を受けて予想外の能力を身につけることになったのである。三人で施設からの脱出を試みるが、鈴木に追い込まれた末、ルパンとゼニガタは駆けつけてきた警察に捕まってしまうのだった。金曜日、先にマリアは釈放され、ルパンとゼニガタは警視庁の牢屋の中にいた。ルパンからマリアが、 マイケル鈴木に狙われていることを聞かされたゼニ型は、ルパンに頼んで牢屋からの脱走の手助けをしてもらい、急いでマリアの住むマンションへ向かうが、すでに近藤によってマリアは連れ去られた後だった。同じく、ルパンのアジトである新宿のボロアパートも、近藤率いる部隊の襲撃を受けた後で、藤子の所有していた犬井の吉信は、奪い返されてしまう。そして土曜日、 アパートへ帰宅する銭型であったが彼のアパートも、近藤一味によりも燃やされ崩壊していたが、その中で先祖の十手を見つけ、マリアを助け出すことを決意。アクアポリスがついにオープンとなり、鈴木によってある計画が実行に移されようとしていた。自らの野望を着々と進めていく鈴木と、ガラス甲板を狙うルパン一味、そしてマリアを救い出そうと、古軍奮闘する銭型の、 アクアポリスを物体とした最後の対決のマックが上がる。一式マリア製。林原めぐみ本作のゲストヒロイン。国東出版の雑誌。東京ライフの記者。アクアポリスの特集記事を書くために銭形を取材する。最初は銭形をだらしない性格などから、情けない刑事にしか思えなかったが、彼と行動を共にするうちに好意を抱いて、慕うようになる。過去に何者かに父親を殺されている。 父親に施された遺伝子治療の副作用により予知能力が備わっている。その能力を狙うマイケル・スズキにらわれるが、ゼニ型の尽力によって無事救出された。ラストでゼニ型に告白めいた言葉をかけられるが、自身は父親のような人としか考えていなかった。主題歌、憧れのクレジットにも本名称が使われている。これは、林原が、 キングレコードの専属歌手であるのに大使子の曲は、バップからの発売であるため、名義上アーティスト名を、マリアとしたためである。マイケル鈴木聖、山寺孝一人高島アクアポリスのオーナーで、日系ハーフの青年実業家。しかしその本性は、クローン技術などの最新 A バイオテクノロジーを利用した、生物兵器で荒稼ぎをもくろ虫の商人、マリアの父を殺した、超本人である。 命令を無視する部下は容赦なく、切り捨てる冷酷な性格で、生け取りにするべきマリアを射殺しようとした部下を、自らの手で射殺している。予知能力を起こす。遺伝子の組み合わせの記された、吉野部像を狙い、遺伝子治療を施した戦士を世界各国の軍隊やテロ組織に売り込もうと画策し、予知能力を持つマリアを狙う。ルパン一味や銭タを苦しめ、 アクアポリスのオープン式典で遺伝子改造戦士たちのデモンストレーションも兼ねた狂言誘拐を実行。日本政府から大量の身の白金をせしめることに成功したが、ルパンと組んだ全2型によって狂言計画は失敗し、飛行機上でルパンと戦う。ルパンたちを寸前まで追い詰めたが、次元の狙撃を食らって飛行機から転落し、海中に消えた。しかし、 実は影武者だったことが判明する。権藤聖、山寺光一鈴木の秘書兼ボディーガードを務める、怪力の大男、影でトレーラーを操り、ルパンを襲うよう指示し、なんとか潜入したルパンと戦った際は、ご一歩まで追い詰めている。その後、ゴエモンが脱出用ジェット機を切断した際に、数名の部下と海に落ちていったが生き延びており、実は、 真のマイケル鈴木の変装した姿だったことが判明する。最終的に顧客と取引を行っていた際に、ルパンに、吉野信像を盗まれ、アジトに突撃してきたゼニ型に、電撃的に逮捕される。なお、取引中に乱入したルパンと対峙した際の様子から、変装していた時の格闘術や、常人離れした怪力は本物であり、自分自身にも遺伝子改造を施していた模様。 警視総監制、藤本譲警視庁の総監で、銭型の活動を、まるで自分の活躍のように喜んでいる。首都高速道路での大事故の責任を銭型に取らせて、給職処分にする。しかし、それにめげずに単独でマイケル鈴木の捜査を行い、逮捕に大きく貢献した銭型の警官としての、熱意を認め、銭型を復帰させる。吉信像、徳川吉信を写したガラス看板で、 辰巳の義信と犬井のノ信の2枚がある。この2つを集めることで、時価2000億円の徳川埋蔵金の隠し場所がわかるというが、実際にはまり屋の父によって予知能力を起こす遺伝子構造が記されたものであり、徳川埋蔵金は銭形ら警視庁が仕組んだ偽情報に過ぎなかった。2枚のガラス看板の写真のからくりの先に指定された場所は警視庁の地下牢である。 アクアポリス世界初の海底コースターをはじめとして78のアトラクションが備えられた。架空のテーマパークでアクアタワーとアクアランドから構成される。東京湾岸に建設され8月1日にオープン。アクアタワーにはマイケル・スズキのプライベートルームもある。地下部分にはラボラトリーが建設されており、スズキらの組織の生物兵器研究、実験はここで秘密裏に進められていた。 このラボラトリーへの入り口はセキュリティカードで部外者の侵入を阻んでいるが、なぜか銭型名義の消費者金融のカードでドアが開いてしまった。本編でオーナーは逮捕されたが、その後のパークの扱いについては明らかにされていない。江戸東京美術展、東京の歴史を問い直すという目的でアクアポリス内で開催された、東京にまつわる美術品の展示を行っている。 安本亀八のひな人形銭形が壊してしまった小さなひな人形の骨董品。かなりの高価なものであったらしく、変わり果てた様を見た中島聖之助はひどいショックを受けていた。坂上デンタルクリニック東京都内の湾岸付近にある歯医者、歯医者嫌いの次元が散々悩んだ挙句に虫歯治療に行くが、ルパンの突然の乱入で結局虫歯は治さずじまいになってしまう。 アルピーヌ A110 本作でのルパン三世の愛車として登場。首都高速横羽線で犬井の吉信を運搬するトラックや一式マリアのプジョー106とカーチェイスを繰り広げる。後方から小さな玉を撒き散らして追手を妨害したほか、フォグランプの代わりに槍のような仕掛けも用意されていたが、後者は実際には使用することがなかった。トラックから激突され、ドアが吹き飛ぶ。 高架上から押し出される、坂上レンタルクリニックに突入するなど散々な目に、愛ボロボロになりながらも走っていたが、最後は、アジトの襲撃に巻き込まれて、炎上、消失する。実際のアルピーヌ A110GH9 上野に、実在するジャズパブで、藤子がルパンとの打ち合わせに使っていた。このシーンには、ルパンシリーズの音楽を手掛ける王の裕二も、出演していた。 現在は休業中、東京ライフ国等出版の雑誌。一式マリアはこの雑誌の記者であり、藤子がその編集長になりすましている。黒い水星役はポリス会場記念祝賀会に突如、現れた謎の集団で、各国の要人を人質にして、多額の身の白金を要求する。しかし実際はすべてマイケル・鈴木の仕組んだ自作自演で、日本政府から身の白金を巻き上げ、 さらには遺伝子改造を施した改造人間のデモンストレーションも兼ねていた。人質となっていた要人のほとんどは単なる被害者ではなく改造人間の新商売の取引相手でもあった。本作以前にテレビスペシャルで日本が部分的に舞台となった作品にはルパン三世も栄誉斬鉄権がある。ルパン三世園の記憶、東京クライシス、バップ公式サイト憧れバップ公式サイトルパンや 富子は、実業家の鈴木が関わっていたことからこの情報を、信じた。これにハマリアも驚いており、銭形はあっけな顔で、便利な世の中になったもんだと呟いた。ルパン三世円の記憶、東京クライシス。トムズエンタテインメント。http://www.tms-e.co.jp スラッシュサーチスラッシュ introduction.php。Www. T PDT ーイコール464 2019年8月26日閲覧ルパン三世園の記憶東京クライシスバンダイチャンネル公式サイトありがとうございます